というわけで今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。皆さんこっちは白黒チャンネルと味噌汁チャンネルの石川理恵です。はい、某 FFB の生放送の後なんですけども、今日からですね白黒コラボが来ております。第2弾、今回まあ結構キャラが追加多くて、まあヒーローが多いからね、ヒロアカのキャラクターが。そうね、キャラクターはどれも個性がね、そう個性がね、そう大事ですしね、個性だけにね、はい、うん、ということで、はい、今回追加されてるのが星6重心化ができるやつで言うと、桐島さん、はい、効果ですね、効果の個性を持った桐島さんと最高、はい、八百桃ちゃんですね。結構メインとこで出てんだね、桐島くん。そう、八百桃よっぱいね、八百桃よっぱい、はい、よっぱい、はい、トコヤミさん、はい、はい、ダークシャドウ、うん、はい、来ております。あと、星4、5で、つーちゃん、はい、つーちゃんと、あとはおもむろにログインしちゃう、おもむろになんかログインしてみようかな、はい、カイデンの雷くん、はい、はい、が来ております。で、前回のキャラクターもめちゃくちゃ強くて、で、こいつ重心化回がこいつら来てるので、はい、あ、でも、あ、フルカールじゃん。そうなんですよ、フルカール 100%。 そうなんですよ、そうなんですよ。まあね、あの、私はですね、漫画は全部読んでて、みさちゃんはアニメもちょっと見てるのかな。そうなんです、はい、アニメも見てて、ね、そうなんですよ、ちょっと一緒にやっていきたいなということで聞いていきたいと思いますが、これあれだね、ボックスで、あ、本当ボイスがつきますね。かわいいね、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 いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、はい、ということで、いいね、やっていこう。これやっぱね、一旦コラボは全部ゲットしたい気持ちでやっていきたいと思います。じゃあ、1、2、1、2でやっていこうね。私絶対引くよ。お、だって物欲センサー働いてたよ。そうだね、そうだもん、ゼロ。ジュレメン、だいたいコラボってあのコラボの演出が入るんですよ。多分今回も入る気がしてんの。あれあれ、シアンコラボ起きた。ビゼルさん、いやでもやってんね、やってんね、やってんね、ガンコラだったんですよ。あ、いいじゃない、OK、 あ、じゃあこれであの別の引いていただいて、あ、早い、あ、なんだっけ、あと何だっけ、あとはあれですね、あの、あ、そうヤモちゃんと、ね、そうですね、トコヤミさん、あ、エリザベスみたいな感じでしたね、はい、エリザベスさんですね、はい、はい、いいですか。あ、やってんね、やってんね、調子いいね、やばくない、やばいね、ヤモちゃんがやっぱ好きだな。でも私結構ヤモちゃん、ヤモちゃん良くないの、なんかわかる、うん、キャラ的に、ね、あ、あいつキャラ的に好きよ。止まったら大体死んだもんね、うん、でも桐島さんもあのなんかその覚醒するシーンあるじゃないですか、うん、ここでやんなきゃダメだな、あそこがすごくやっぱ良かった。いいいい、全然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 いい、ささささんさん30連。いや、これなんかチュルッとチュルッといきそうな感じ、チュルッといく感じする、来ましたよね、ちょっと来てますよね、来てますよね。え、でも演出みたいな、演出何なんだろう。なんか大体いつもなんかタイムラインでネタバレをして、あの、あ、こういう演出あるんだなって思うんですけど、あ、ええ、大霧島ピックアップ始まってるよ。めっちゃ硬くなっちゃうね、めっちゃ硬いよ、めっちゃ硬くよ、やばい、違うんや、違うんや、そういうことじゃない、そういう、違う、そうじゃない、違う、そうじゃない、はい、行きます。ポロ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 チャイ、あー、もう演出は来ないですね。え、キリシマ3、キリシマ3来たよ、3キリシマ、あ、キリシマ艦隊、おこれは来たっしょ、これは来た、これは来た、あ、ヤモちゃん、ヤモちゃん、ワンモモ、ワンモモ、かわいい、かわいい、あー、かわいい、服破れちゃうんだよね、想像、そう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 、ね、そこがまた一つだよね、設定が、あ、いいでしょ、チュニタンマス結構やってんね、やってんね、これいいんじゃない、かわいい、ね、かわいいね、はい、はい、いやー、スストライクね、えシャドウだけ、もうシャドウだけ来てる、まあマッチでやればね、基本的に1体で済みますからね、まあ、あとはこの雷さんとツーちゃんが90欲しいなっていう感じで、おお、トカちゃん、かわいい、ちょっとやっぱ ここがやっぱないもんね、あと3個ずつぐらい欲しいですね、所持って出るんだね、あ、出るんですよ、へ、いいですよ、すごい便利な、便利便利便利、うんうん、運極目指してる人とかガチャで、あの、いい感じにね、毎回見なきゃ、すごい、そんな時代なのか、ゴーギンゴちゃんとか
女性にとっては。そうですね。あとやっぱその好きな人はねやっぱシリーズがね、うん、どうしても。え、おうおう、出てた。あ、デクくん、おうおう、見てるじゃん。デクめちゃ強いからね、未だに。そうなんだ。あ、この子も好き。イヤホンのあれだよね、うんうん、音楽イヤホンジャック。そうそう、イヤホンジャックの子かわいい。いやーべーな、これ来てんな。ちょっと待って、出てはいるんだけどね。そうだね、ちょっと偏りがすごい。うん、キリシマスさん、キリシマさん、ちょっとやばい。キリシマさん、キリシマさん結構来てる。もうカッチカチですね、これは。変わったら、でも常夢さんなんか出てますよね。はい、あー、ラワさん、いやー、いいね、いいね。モンスターガチャのところがいいですね。あー、この子ね、可愛いよね。はい、お願いします。来ますよ。演出見たいよ、演出。どんな演出なんだろうね。わかんない。あの SAO とかだと、あの今回の SAO、目が、あのなんか呪縛を解除するとき、あ、デクだ、デク強いよ。呪縛解除するときに目赤くなるのしてます、ね、ダリシベーション。それがこの間の演出だったんですよ。プチーンってなって、このガチャのリドラの目が赤くなる。へぇー、ジーってなるって。そうなんだ。だから多分絶対入ったと思うんだよね、なんか、なんかしら。なんか、運営のあれを超えるみたいな。そうそうそう。どうなのかな、ちょっとわかんないけど。毎回最近見れないですよね。先日ごちそうさまでは悲しい、聞いてない的な。でも一人ではね、ちょっといるんだ。ああ、ダメだ、あ、いいよ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 。あ、でもこれで、あのおまけがね、ボックスでこのこれ全部取れるのでいただきましょう。はい、いきます。バイク、なんか全然演出出る気しない ね。驚くべきノーエースだね、うん、そして常夢さん出ないんじゃわ。ここまで来てマジか。小闇さんやばな、強い。いや、どうなんだろう、強いとか弱いとかも別にして一旦コラボは取っとかないと後で後悔するっていう。あ、どっかでガン刺さりするタイミング。そう、ガン刺さりするタイミングが。ちょっと、あ、これ2周目ですね。あ、2周目もいいんじゃないでしょうか、取っても。いやいや、あとまだありますね、あと30人ぐらい。今何名してんだ。80、これで100ぐらいかな。これ100だ、99回引いたから100ですね。え、ここでトコヤミ沼ある。トコヤミ沼にハマる。まだトコヤミ沼ですか。あ、これはトコヤミ、これはトコヤミだよ、絶対。ハマった100で、ちょうど100だね。あ、よかったよかったよかった。あ、よかったよかったよかった。よかったよかった。あ、しかもステッキいいですね。ステッキ引き強いですね。あ、よかったわ。はい、ということで今回のコラボは100連で、なぜか木島さんが3体、山本ちゃんが1体、徳美さんが1体ということで、まあ、でも一旦コラボをコンプしたので、おめでとう。あとはなんか、あの艦隊が絶対強いとかあればちょっと検討しようかなってところですが、でも一旦満足ですね。よかったよかった。デクも出たもんね。デクめっちゃ出たね、うん、あいつ結構いるな、4体目。まあでも重心化回が来て、あの子はまだまだ元気、現役ですよ。もうめちゃくちゃ強いとかでガン刺されする。そうなんだ。そうなんですよ。なのでね、ちょっと嬉しいなということですけれども、いやー、いいね、ヒロアカはね。おめでとう。あの日曜5時な感じがいいよね。わかる、わかります、うん、なんかザ少年ジャンプ、ね、そうそう、ザ少年ジャンプな感じがね、いいのでね、まあ、もし見たことないという方はほとんどいらっしゃらないと思うんですけどもね、これを機会にね、ぜひヒロアカの方もチェックいただければと思います。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。またね、コーナーリクエストとか来たらね、もしかしたらね、あ、23とかね、はい、あのもしかしたら生放送とかもするかもしれないのでね、もしチャンネル登録まだってよかったらいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録して一緒にマルチプレイとかやっていただけると嬉しいなと思います。では、ラストのじゃんけんいきます。せーの、白黒じゃんけん、最初はね、じゃんけんぽい。お、パーなのでチョキの人、グーなのでパーの人は明日フォートあるかもよということで、少しでも楽しんでくださった方はぜひいいね、そしてコメントお待ちしてます。ではまた次回の、動画でお会いしましょう。バイバイ。